筑波大がジャイアントキリングだ。J1 で首位に立つ FC 町田ゼルビアを1月1日から突入した PK 戦の末に下した。7月10日の3回戦では柏レイソルと対戦する。写真、なんと、こんな可愛い子ちゃんが、ユニ姿で連番観戦した、美女二人、二脚光。町田は4の4の2、GK 山口類、DF ラインは右から DF 鈴木淳也。 DF チャン・ミン・ユ DF 池田ジュライジン、DF 奥山正幸。ボランチに MF 稲葉修と、MF 安井拓也。右 MF に足部テル夫、左 MF は藤本和樹。二トップに FW ミッチェル・デュークと高橋大吾が入る。GK 山口と稲葉は今季公式戦初出場となった。筑波大もシステムは4-4-2。GK 佐藤流星、3年イコール大津高。 DF ラインは右から DF 池谷人姿太郎、2年イコール横浜 FC ユース。DF 小川亮也。2年イコール富山 U18.DF 諏訪間行きな3年イコール横浜 FM ユース。横浜 FM 内定。DF 安藤樹。3年イコール鳥栖 U18.MF 高山勝、サ4年イコール畜士ヶ岡高。と MF 加藤源。3年イコール名古屋 U18. がダブルボランチを務める。右 MF には MF 住孝志郎、4年イコール FC 東京 U18、岩田内定、ではなく MF 鈴木亮、3年イコール翔平高、とが入り、左 MF は田村葵、4年イコール柏 U18。そして2トップは FW 内野幸太郎、2年イコール横浜 FM ユース、と FW 藩大将宮子、4年イコール大津高、 が入った前半、町田にアクシデントが続いた、開始早々の4分のプレーで内野と競り合ったチャン・ミン・ギュが左肩を痛めて負傷退場。ミニ SB が本職の DF 望月ヘンリー・回帰が CB で緊急投入された。前半22分に町田は右 CK を2アで MF 高橋大吾が反らすと、中央に走り込んだ MF 安井拓也が右足で蹴り込んで先制点を決める。 しかしこの場面でもシュートを打った時に安井が DF スワマ雪なり、3年イコール横浜 FM ユース、横浜 FM 内定、と接触。そのまま負傷退場となり、MF 戦闘系やが交代で入った。1点リードで折り返した後半開始時にも町田は選手交代を行う。ミニ MF でプロ初先発となっていた足部に変えて MF バスケスバイロンを投入。 つくば大も同9分に鈴木亮に変えて隅公四郎、同16分からは DF を北空、鹿島ユース、水戸内邸、と MF 徳永亮、2年イコール前橋育英高、を同時に送り込み、リズムの変化を求める。しかし試合は1-0のまま淡々と進んでいく。町田は後半25分から高橋に変えて FW 荒木俊太、藤本に変えて FW な三方を投入。 前線の選手をフレッシュにして、高い位置からのプレスの圧力を強めていく。ただ終盤、ナサンホが負傷退場、交代枠を使っていたため、残り10分弱を10人で戦うことになる。そして後半アディショナルタイム1分、土壇場で筑波大が同点に追いつくことになる。右サイドから沖田がクロスを上げると、FW 小林俊英、2年イコール大津高、が胸で落とすと、 内野がペナルティーアーク内から右足を振り抜く。これがブロックに入ったモ月の股下を抜けて、ゴール左隅に吸い込まれていった。試合は1 1のまま15分ハーフの延長戦に突入。10人で戦っていた町田だが、延長に入ると交代枠が1人増えるため、FW エリキが即座に投入された。延長前半6分につくば台にビッグチャンス。 ゴール前右で FK を獲得すると、壁の下を抜けたボールに沖田が走り込んでコースを変える。しかし GK 山口のビッグセーブに阻まれて得点にはならなかった。すると延長後半2分、町田が決定的なチャンスを獲得する。ゴール前でヘディングに行った荒木の頭に徳永の足が入る。福島孝一郎主審は PK を指示する。 しかし、エリキが蹴った PK を佐藤が右に飛んでビッグセーブ。町田は勝ち越すことができなかった。町田は延長後半10分にデュークが足を負傷して倒れ込んでしまう。そのまま負傷交代となり、再び10人での戦いを強いられることになる。ただ試合は120分を戦っても決着はつかず、勝ち上がりは PK 戦で決めることになった。 PK 戦は高校の町田3人目で蹴った稲葉の PK を佐藤が足に当ててストップ。筑波大の4人目の小林の PK も枠上に大きく外れるが、町田の4人目で蹴った荒木の PK も枠左に外れる。筑波大は5人目で蹴った角が決めて勝ち上がりを決めた。